初めてスペインに行って、じゃあずっと行ってみたかった国なんですけど、意外と知識もないものというか、本当に夢を抱いて、どういう場所なんだろう、どういう人がいるんだろうと思って、でいざ行ってみたら、すごくこう、不思議と肌なじみがいいというか、そこにいる人も、街も、なんか時の流れ方とかもすごく心地がよくて、なんかそういうのに身を任せながら、写真を撮ってもらえたんじゃないかなと思って。ある意味今まで見せたことがないぐらい素の部分というかそういう部分を見せられた写真だったのかなって思います。いろんな表情があるなと思いました。すごく現代的な部分と昔からある建設物を大切にされている部分となんかちょっとこう旧市街っぽい匂いは残ってるけど発展する部分はさ知って夢の国、自分の話の国みたいなイメージが少しあったので、やっぱり同じように時代が進んでるんだなみたいなことは感じました。私は2歳からもずっと日本で、特に福岡っていうある種あったかいんだけど少し閉鎖的な田舎町ですよってその中の常識の中で十何年生きていたのでもちろん東京に来た時もその自分が今まで常識だと思ってたことの固定概念がどん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 いい意味で崩れていったし船で出会った人たちも何だろう本当に人が好きなのかな、なんかちゃんと心と心で話ができる人とか今同じ空間を生きたりしようと楽しもうねって思ったりとかなんかそういう思いに触れられてまたちょっとその自分の中でくすぐってた部分がほぐれたというか日本に帰ってもこうやって変動を覚えた思いとか教えてもらう気持ちとか温かさとか本当に何かしたらいいなって思います。みんな、なんしよったこんにちは、河村なつきです。あれあれあれ何これ内側ですね、私のファースト写真集なんです。私はですね、今まで自宅のみ写真集を出させていただいてるんですけれども今、ラジオにも出させていただいているリーフナンキーさんに撮っていただいた写真集がこちらになります。アイトルはですね、リアルミューズの写真集でなんとですね、なんとなんとなんとすべてそうなんです、無修正というかねいろいろな想像される方がいらっしゃると思うんですけれどもセクシーなショットはございますけれども、服は着ております一応、はい、という形の無修正となっております。無修正の意味としてはですね、全くデタッチとか手を加えていない写真を撮るときにシャッターをフリーズに押したその時のままの写真がこちらに全て入っております。なので完全に無修正な写真集を今日なぜ持っているかと言いますとですね、皆さんこちらの写真集で着た衣装でルックブックを撮っていきたいと思います。ダラララッダラーねえ、撮りたかったんですよね、河村さん。ふんふん、撮りたかったって言うてます。ねえ、撮りたかったんだよね、ブースカ。写真集っていわゆる満を持して出版させていただくものだと思ってたんです。レーザー22歳っていう感じで出すのかなと思って、でもずっとおこがましくと思ってたんですけど、ファンの人がじゃあその満を持して出したものだけを見たいのかなって思うと意外とそうじゃないかもしれないな。まだすごく発展途上というか
弱い部分もしつつ、なんかどう感じるかは本当に皆さんも自由だと思うんですけど、私は今も私が出せるものを意識を整えて、多分10年後ぐらいにちょっと動かしてないでしょうね。もうそんな気持ちです。はい、ということでですね、本日は撮りたかったというとまつまでを出ていきたいと思います。今日ですね、ご紹介するのはこの写真集の中で着ている衣装を7パターンご紹介したいと思います。どういう自分を見てもらうか考えちゃうと、すごい自分に制限をかけちゃう癖が出ちゃう気がするので、レインで生まれた気持ちとか、初めて行く場所で初めて感じたこととか、そういうものを大事にしたいなって、それだけでした。これはですね、北九州で撮影をしてくれた衣装なんですよ。実はこの衣装はですね、写真集を撮り始めて1着目に撮影をするときに着ていた衣装なので、すごくね、この時いよいよ北九州、私の生まれですね、私の生まれと、そしてリリーさんの生まれも北九州なので、北九州に来て、ここから無修正の写真集を撮るぞというね、すごくこの衣装を着てた時も、よし、頑張るぞっていう感じで緊張していたのを覚えてます。でもこの衣装が私にすごくお気に入りだったので、1着目ですごくあのね、テンションも高まって、嬉しかったという大好きな衣装です。では、2着目に行きたいと思います。大変ですよ、そりゃもう大変だけど、22歳の今しか撮れないものだし、結構命がけしてて本当に風が詰まって、でもやっぱりあの場所でああいう風に学び、自分の意志が伝わるようになる感じになるっていう一枚を撮りたかったので、あの瞬間なんかカモメがずっと、で私たちは勝手に見守ってくれてると信じてるんですけど、なんかずっとこう見ててくれたり待っててくれたりすると救われながら撮ってました。そこはすごい大変でした。でもお気に入りのカットでは、お気に入りですね、なんかいろんな気持ちになりました。なんかもちろん日本という場所に自分の家があって、自分の好きなことやって、好きなものを選んだりとか食べたりとか、それだけで一日が終わる中で、スペインっていう国に行って、本当に高い高い山の、もっともっと高い場所の崖の、その中でも一番高い岩の上にいて、こういうところで素敵な衣装を着て、素敵なメイクを残してもらって、みんなで同じものを作ってる。東京の高層マンションから見える、いわゆる東京の景色、ちょっと苦手だったんですけど、なんかちょっとさ、心が寂しくなったとか、一人一人が戦ってるんだなって、一人じゃないのに、なんかそういう風になる気がするんですよね。その瞬間はなんか、同じ高いところにいるのに、なんかもっともっと自分ならまだ寝れると思えるよね。すごく大きな気持ちのさせてくれました。リリーさんと一緒に私も行って、普通に買い物をしました。で、
その時に私が実際に、これかわいいですねって言って、あ、これいいじゃん、まっちゃんってなって、あの実際にこの衣装をその場で試着して、じゃあこれ衣装にしようっていうことになったんですけど、そうなんですよ、本当に大好きですよ。なんで私が皆さん持ってるのと思うんですけど、こういう撮影で着たものっていうのは私物のもの以外とか、例えば撮影の時にプレゼントでいただくこともあると思うんですけど、なかなかこうやってご紹介できたりとか、私生活でも着れることないので、思い出も詰まっているお洋服をいただけてとても嬉しいです。はい、すごいお気に入りの着れたものでは、ちょっとこう入れてシャッってやるんですよ。ちょっと怖かったですけどね、私みんなが。でもなんかいいですね、女性の人がこう大きなツヤがこうバタルでシャッてやったような気がします。ひなちゃん何本くらいだったの？お腹いっぱいになってる。いまだにロスですね。ピントリーったかわいいっていう、すごいんですよ。ちゃんと目を合わせてじーっと見て、この人危険じゃないかなって、何考えてるだろう、お互い大丈夫だよ、よろしくねっていう気持ちになったりとか、それが本当にそういうふうに伝わってるかはわからないけど、それがこうお互い信頼し合って見たこと、すっごい素敵だったし、純度の高い時間だったと思うし、あのエラちゃんってアリ一匹分も殺さないっていう主義だったと思うんだけど、撮影中まで近づいてくるアリを殺したの大変っつってなんか違うんだけど、もうなんか変なところばっか出てくるな。一昨年ぐらいにアリ主観の小説とかを書いたりしてたんですよ、短編で自分で。別に世に出してはないですけど、アリが人間のプロックスに迷い込んでわーってなってるみたいな、書いたりとかしてたので、なんかこう簡単に潰せないっていうか、でもし家でこう蚊とかハエとか入ってきたら、それはどうする？蚊は普通に外に逃がす。蚊潰さないようにって丸く持つのが得意なんです。苦手なのか、蜂刺されたことある、分かり合えない。目がでかすぎちゃって蜂の蜂が何頑張ってるか分かんないじゃないですか、あれ全部見て。なんかごめんみたいな何も組んであげられなくてごめんなさい。で前ツイッターで蜂と仲良くなってる人のアカウントを見たんですよ。スズメバチを飼ってて、すごい懐いてて、ちょっと悲しかった。すっごい悲しかった。分かり合えんじゃんって好きな男性のタイプは浮気しない人。まず浮気されないみたいなしたことないじゃないですか、っていう女の子のエゴも含めて浮気しない人っていうのをまず大前提に聞かせてほしいっていう、乙女心じゃん。
とは何だろう、あんまり好きな人がすごく好き、一途なんで、それがしんどいってならない人がいる。男性のどんなところにキュンとくる？喋ってる時に警戒を受けてるたりとか、ちっちゃいことだと思うんですけど、あ、キュンっていうか、あ、ありがとうって思う、なんかごめんね。でもそういうのもすごい幸せだなと思う。キュンキュンすることって何？無邪気になるとか、そんな無邪気にはなるみたいな、可愛いなみたいな、楽しそうだったらキュンキュンしちゃう、楽しいなってなっちゃう。こちらも雰囲気がなんかモダンっぽいっていうか、あの大人っぽい感じで、しかもこうメガネをかけてね、都会で撮影をするっていう写真集の中でもかなりね表情がたくさんあるんですよ。セクシーもあればクールもあるし、まあキュートもあるしっていうね、私は結構いつもはキュートキュートキュートって見せたいみたいな感じなので、もうね本当にキュートの足つけをやめようっていうことになりまして、いろんな表情をね本当に撮っていただいたので、こちらのコートもそんな一枚だったのかなと思います。このメガネもね、なんかこのマスター撮影用に購入して、すごいの形がかわいいです。子供の頃のエラちゃんはどんな子でしたか？悪くないですね。あ、そうなの。なんか、うん、頭でリハーサルしてからじゃないと喋れなくて、楽しく人とおしゃべりっていう感覚がわかんなくて、もっとこうこの時はフィクションの世界が楽しかったし、うん、なんか小説を読んでれば違う自分になれて、すごい遠い世界に連れてってくれて、でも本を閉じると学校にいて、みんな思春期でうまく会話できないみたいな、全部難しく捉えてました。モデルになりたいなっていうのはいつか、なんかお母さんの歌ったりとか、うん、モデルをやってた時期があったから、私も写真撮られることはちょっとあって、それは違和感がなかったですね。でもどうしても性格が追いつかなくて、中3か高1の間頃に事務所の寮に泊まってた時期があって、私は普通にこう寮に泊まっていて、うん、抜かれるんですよね。その病にいらっしゃった自分の皆さんに、嘘をついたりしたくて、自分隠したりしたくて、もういるのはバレてるからって、なんかその時の顔がすごい忘れられなくて、バレてんだ、すごい気が楽になって、もう体が、すごい気が楽になって。何かを聞かれても、うん、無反回答が自分の中に粒を感じて、うん、それをたどるように喋ってたから、うん、それいらないよって言ってもらえたのが初めてで、いらないのって思って、そしたらなんかすごい世界が広がって、うん、で同じぐらいの時期に、じゃああなたが今履いてる靴だったり洋服だったりっていうのが、まあ、どういう風にあなたを見てみてるか知ってるのって言って、知らないと思って、ファッションモデルしてるのに、
何にも知らないやと思って、うん、でもお金がない、それ実施とか買えないって言っても大体持ち帰り書店とかに行けば読み言語もあるし、そこで読むこともできるから買ってらっしゃいなって、でもうすぐ行って、うん、実はもう夢の楽園みたいな、もう自分が知らない世界が専門書にいっぱい壁になって、うん、そっから早かったですね、うん、初めて自分ってこんなことに興味持つんだなとか、うん、もともと好きなものがあるタイプだな、うん、私これ知ったからこれも発信したいって初めて思った、うん、そこが今の自分を形成するベース基盤となるものが生まれたんじゃないかな。こちらはですね、はーい、こちらの衣装は北九州で撮影しました。平尾台という場所で撮影したんですけど、実際の写真がこちらです。すっごい綺麗でしょ。本当にね、ぜひお近くの方は行っていただきたい、いやお近くではなくても行っていただきたい、すごく綺麗な場所でですね、もう本当に広大なんですよ。私がちょうど撮影をしていた時期が終わりくらいの時期だったので、すごく綺麗な景色でした。そしてこちら今ウエストマークの続けてるんですけど、写真集の時はねさっきやって撮って前の腕のメイクですね、私はちょっとセクシーみたいな感じで撮影をしておりました。そうなんですよ。なのでこれね結構パターンベルトしてなくても可愛いんですよ。でこれ開いてて香りとしてもすごく可愛いんです。こちらも運動しています。はい、こちら H&M さんで購入をしていただきました。はい、それでは残すところあと2着ですね。2着すごいですよ、期待していてください。それでは次の衣装にどん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 、はい、リリースランですね、もう長くっていうのは、まあもう僕がそのビートルズを聴き始めた頃は僕自身が解散していたんですが、それでもその残された映像を、あと写真とか、あれこの写真見たことないな、あれこのアザーカットじゃん、この映像でっていう、何ですかね、もうそのマニアとしてはもう解散してしまって何十年も経ってバンドを追っかけるのとして、見たことない写真、つまり写真とか見たことない映像っていう、もうほぼないだろうっていうぐらい、もういろんなブートレグ屋さんとかいろんな会話の人に探して、この写真ってあったっけみたいな感じで、あの伝説のルーフトップ時間も6時間ですよ。まだなかなか全貌がつかめてないんですが、未公開の映像がそんだけ大量な物量で出てくるっていうのは、もう本当にこれが最後だと思いますし、あの時期にあのメンバーがやっぱ大きくなくなって、最後の演奏を見せなくなったらないんですけど、いやこの貴重な映像今までどこにあったんだっていうことと、そしてまたそれを聞いたジャクソン監督がまた新たにエディットしてということで、これはもう映画としても大変素晴らしい映画になっていると思いますし、資料映像としては非常に価値があります。これは本当ビートルズのマニアの方に関わらず、ちょっと音楽の歴史として、音楽のドキュメンタリーの映画っていうのはどれ見ても外れがないんです。世界を変えたグループに入っているという映画を作る機会をいただけるんであれば、自分にしかできないものを作りたいというか、自分にしか、自分だからこそできることもあるだろうし、オリジナリティも含めて、
やっぱ自分でしか作れないものを作りたいじゃないですか。そう考えた時に、あの例えば今の日本映画、まあ世界の映画も含めて、ものすごくテンポを速くカットを刻んでスピード感を出してお客さんを飽きさせないように、いろんなこう話もうねらせて、飽きさせないっていうことが今の映画のなくてはならないベースにあると思うんですけど、そこから抗いたかったんですよ。それ自体疑問に持ちたかったし、映画はそればっかりじゃなくていいと思うんですよね。答えを渡されることってすごくもったいないことだと思うんですよ。やっぱこっちは考えたいし感じたいし、いろんな中で楽しみたいじゃないですか。あの僕の中ではもちろん答えもありますし、こういうつもりで撮ってるっていう一本、あの答えはあるにしても、でもそれが 100% お客さんに伝わらなくてもいいし、お客さんが受け取ったものが全く違うものだったら、それはそれで面白いじゃないですか。自分が考えているものじゃないものがお客さんの中で出来上がったんであれば、そんな面白いことないですよね。それこそ聞きたいし、どう考えたかを、なんかそういうものであってほしいからこそ、余計な答えになっちゃうようなものはできるだけ外していこうと思いますね、普段から。柄本さんはでも俳優としても素晴らしいですし、尊敬している俳優さんの一人なので、不安はもう全くなかったんですよ、もちろん。でただその柄本さんは仲いいっていうことでは全くないし、むしろ緊張感を保てる相手だったので、その簡単ではないですよね、共同作業したりとか一緒に映画を作る相手としてね、その、まあまあ、でも別に共同作業したからといっていいものができるとも限らないし、そのピリピリした緊張感の中で生まれてくるものの方が、これはなんか意味があるんじゃないかなと思うんですよ。多分僕はそんなにボーダーみたいな、あんま考えがないんでしょうね。なんか適材適所で撮影はクリスがいいと思ったんだろうし、衣装は和田恵美さんがいいと思ったんだろうし、音楽はティーランがいいと思って、だから日本映画ではあるけど、別にスタッフが外国から来ててもいいじゃないですか。でそれと同時に僕はすごく日本のことやっぱ好きなんですよ。大事だし、その美しさだったり、まあ、文化も景色も全てが海外に胸を張れるものだって思ってるからこそ、こういう作品を撮りたかったし、それを海外のスタッフが入ることでより海外の目線も含めて描けたと思うし、それを海外の人に多く見てもらえるっていうことはすごく、まあ、作品を作るんだったらそうしたいとも思ってたので、日本映画だからっていうなんか思いはないのかもしれないですね。やっぱ俳優はその演じる役をどれだけ深められるかっていうことが職業とか仕事だと思うので、やっぱり全く違いますよね。まあ言ってみれば俳優っていうのはやっぱり人間のことを考えて、そのキャラクターのことを考える職人になるべきだと思うので、その職人を映画に入ってもらって、そのキャラクターを深めてもらうということだと思うので、職業として違うんですよね。本当に素晴らしい賞をいただけるとは思っていませんでしたので大変嬉しいです。大変光栄なことに思っております。おっさんずラブ、一度単発で、やりまして、その後連ドラ化になりまして、まあその男の人が男の人に恋をするという、非常に題材的にはなかなか取り上げることの少ないといいますか、初めてなんじゃないでしょうか。それにも本当に何て言いますか、真正面から取り組んで、皆さんから本当に温かい声援とお褒めの言葉といいますか、面白かった、素晴らしかった、今までにないドラマだったという言葉をたくさんいただきまして、まあ、あまりにもその反響が大きかったので、実は正直びっくりしていたんですけども、でもとにかくその皆様の、
声援に励まされて頑張ってやれていたのではないかと思います。本当にご声援ありがとうございました。皆さんこんにちは。東条会系三次団体松金組若頭羽村恭平役で出演させていただくピエール滝です。まあね、僕もう今年50ですけれども、ゲームとともに育ってきた感じがある世代のものですから、単純に、自分がセガのゲームになるってその嬉しさね、これは何でしょう、僕ぐらいの、世代のゲーマーの連中はみんな憧れのものだと思いますけどね。まあね、主人公の、周りに、いるなんかライバルというか負の相棒というかそういう感じのキャラクターですけれども、ちょっとね物語のキーとなる人なので、どうゲーム内で活躍するのか楽しみですけども、ここもよく分かってないっていうね、正直。あ、そうですよね、まだ見てないんですよね。そうです、これからです。はい、そうだそうだ、はい、まあできればですね、見た後にまた語られたいんですけど、まあ曲変わりますけど。いや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 、もう本当に感想を早く聞きたいです。ご覧になっていただいて、どういう思いが皆様の胸に芽生えるのかというですね、早く聞きたいです。まあ今日は変わりますけれども、ラジオの方にでもですね送っていただけるとすぐ目を閉じますんで、皆様必ずだと思いますけれども、ほとんどそうだと思いますけども、育ててくれたお父様お母様いらっしゃると思います。かつて自分がどういうふうに育ててもらったのか、そして愛してもらったのか、そういったことを思い出しながら見ていただけるとですね、またこの映画より一層味わい深いものになると思いますので、ぜひ今日は楽しんでいってください。よろしくお願いします。マイデジ TV をご覧の皆さん、こんにちは。アギレラ役の朝倉優です。私の家族と青森の友人からリバース見たよっていう LINE が朝一で届きました。でも青森でやっぱ入る番組なので、みんな見てくれるんだっていうすごい嬉しいと感じました。面白い反応、あ、でも地元の友達からはすごい、やっぱキャラが全然違うので、自分と別人みたいって言われました。そうですね、今回その仮面ライダーリバイスで仮面ライダーシリーズ50周年ということで、やっぱそこまで積み重ねてきた重みみたいな、あとここまで続けられるくらいのすごい作品なんだなっていうのを改めて自分でその演じてみて思いました。そうですね、でもやっぱり、まあ、プレッシャーというか、やっぱリバイスはリバイスでとにかく素晴らしい作品にできるように、私自身できることを精一杯頑張ろうっていう気持ちが一番大きかったです。いや、そうですね、でも皆さんにこうやって注目していただけることはやっぱ純粋に嬉しいなって思いますね。はい、そうですね、やっぱアギレラってやっぱ根の部分は結構純粋無邪気な、結構子供のような、子供と同じくらいの無邪気さを持った子なのかなって思いました、今まで演じてみて。でもそういう、なんだろう、好奇心旺盛さみたいな、なんかこう、あの子良さそうみたいに思ったらアギレラってこうすぐ行くじゃないですか、自分で。そういうとことか結構似てるなと思います。私はでも結構中身はずっと子供のままだなって自分自身で思ってるので、結構似てるところあるなと思います、アギレラと。女王様的なところは一つもないです、そこだけはないです。性格はそうですね、アギレラって結構ポジティブというか思考が
あるので、そこは結構似てるのかなって思います。そうですね、やっぱあの悪組織なので、その悪悪っていう一面はあるんですけど、でもそこにアギレラは純粋さみたいなのを根本に忘れないように演じて心がけています。そうですね、やっぱアギレラはその無邪気さ、純粋さもありつつ、あの冷酷な部分もあったりするので、そこの切り替えというか瞬時に切り替えるところは結構難しいなと思いました。やっぱ楽しいです。なんか普段の自分と全然違うあのキャラクターを演じられるのって、この仕事ならではだなと思うので、すごく楽しいです。そうですね、やっぱアギレラの衣装って結構肩が出てたりするじゃないですか。なので外のロケで朝だと本当に寒い時があって、でも鳥肌がずっと立っちゃうぐらいで、あのスタッフさんがいろいろ防寒用意してくださって、そこは結構あの衣装アギレラならではの大変さなのかなと思いました。やっぱ最初の頃に比べたらすごくその3人の団結力というか、そういうのが深まったのかなって思います。オルテカ役の関くんはなんか真面目で、すごいなんか私的にはすごい天然なところがあるなと思って、そこはすごいちょっと面白いなって思います。でフリーお役の地上院くんは真面目で、なんか結構下向きなところがある方だなって思ってます。あ、結構関くんがみんなにちょっかいかけてるというかところあります。デッドマンで結構私の胸に刺さったのは、なんか幸せはつかまうとすればするほど遠ざかる、身を委ねるしかないのにねっていうセリフがあって、あのアギレラってこういうこと言うんだっていうのもびっくりしましたし、確かにそれも一理あるなって思って、それは結構印象強かったです。結構アギレラってその悪魔っぽいところがあるので、なかなか女性はこうなんだろう、とっつきづらいんじゃないかなと思いますね、どちらかというと。そうですね、なんか悪役だけど実は一番純粋っていう立ち位置が私はすごい面白いのかなと思いますね。ひたすらこうなんだろう、自分のその信念に向かって突き進んでるというか、そこは変わらないと思いますね。やっぱあの衣装の印象が強すぎて、やっぱあの私服を着た時は、すごい身軽だなっていうのと、なんだろう、こんな地味な感じで大丈夫なのかなっていうのもあるし、まあ、でもなんかいろんなこう服を着れる楽しさみたいなのもありますね。でも結局やっぱあの赤いアギレラの衣装がしっくりくるというか、それが一番だなと思います。私はデモンズの変身音のがすごい好きで、あの声の渋さが本当に好きで、私は今の中だと仮面ライダーデモンズが一番好きです。そうですね、やっぱ本編よりも関わってくださってるスタッフさんのがすごく多くて、こんなたくさんの方に支えられて作られてるんだなっていうことで、なんかその、こう頑張ろうっていう気持ちもありましたし、そうですね、まず映画に出られると思ってなかったので、まず出られることにすごい嬉しいと思いましたし、やっぱデッドマンズの映画の始まるきっかけを作る立場なので、デッドマンズに注目していただきたいです。そうですね、なんか演じることに対しての考え方がガラッと変わってたら面白いなと思います。そうですね、やっぱこう自分と違ったこの一人のキャラクターを演じるっていう部分に楽しさを覚えつつ、いかに
こう、自分が思った通りのことをカメラ前で演じることができるのかっていうところがあるんですけど、そこ結構今自分が戦ってるところでもあるので、そこがその来年の夏にはできてるといいなっていうのがあります。そうですね、やっぱり自分と全然性格の違う役を演じてみたいなっていうのもありますし、あとコメディにも挑戦してみたいなと思います。なんか自分自身そんな、なんかそういう人間じゃないので、なんか逆にこう挑戦してみたいっていうか、なんか違う一面が見れそうだなっていうところがあって、それで挑戦してみたいなと思います。今回の、ね、仮面ライダーニュージェネレーションズは1971年から始まった仮面ライダーシリーズの、その50年後、私が今やってるリバイス作品、さらに50年後っていう、なんかこちらをこの歌にかけるっていう部分ですごい面白いなと思いますし、リバイスは家族をテーマにした作品なんですけど、今回のビヨンドジェネレーションズもその家族をテーマに、家族を追求した映画になってるのかなと思うんで、そこも楽しんでいただけたらなと思います。仮面ライダービヨンドジェネレーションズ、ぜひ見てください。すごい人見知りなので、あ、もう大変ちゃうも絶対無理で一人でなんかどっか行ってみたいですね。憧れはパリですかね。ヒーローをやっときながら苦手なんです運動神経がもう悪すぎて。不器用だけどまっすぐだし、で繊細な面もあって、弱い部分を直接的に見せるんじゃなくて、こう普段の振る舞いではこうすごくはつらつとした、結構どんなことに対しても結構リアクション早めの子っていうのを意識してます。自分自身すごい人見知りなので、なんかどうしたらいいのかっていうの戸惑ったんですけど、やっぱ越岡さんがすごく優しいですし、なんかこうすごい気遣ってくださるんですよ。だからこう最初も話しかけてくださいましたし、話しやすい雰囲気、現場でもこう他のメンバーの方ともこう話しやすい雰囲気をすごい自然と作ってくださったので、私も全然その遠慮なくいろんな方とコミュニケーション取れるようになりましたし、でお芝居の面でもその台本一緒に読み合わせをして何度もしてくださって、盾の練習も撮影の合間もサツキューもすごく付き合ってくださって、お芝居の面でもプライベートの面でもすごいこう支えてくださったなと思ったので、そこもなんか裏の面でもいいこうバディになれてたなっては思いました。番組制作にそういうチャレンジとかした？もう大学中も絶対無理でまあまあそこの話し方は変えるともなんか、まあ、あんまなかったですけど、例えばこう悩んだ時とかにこう一番にこう助けてあげられたらなと思っていて、自分がいっぱい助けてもらった分なんかあったら伝えしたいなと思っていたので、 あっち向いてほいとかでコミュニケーションを取らせてもらったりとかして、なんかそういうたえもない遊びとかもすごく付き合ってくださったので、そこですごい仲良くなれたのかなと。そうですね、なんか、まあ、どっちかというと年上の方の方がお話しやすいっていうのはあるんですけど、同い年ぐらいの子だとどう接してどのテンションで言ったら嫌われないかなとか特にすごい考えちゃうので、人見知りなの？全然そう感じなかったけどって言ってもらえることが多くなってきたので、一応こう人見知りと言いながらもやっぱり自分も努力しないと変われないので、なんでこう話しかけに行ったりとか、もうたわいもないことでもなんか共通点見つけて話そうと思って話しかけに行ったりはしているので、まあ、だんだん治ってきてはいるのかなと思うんですけど、
お芝居は監督が稽古してくださって、入る前にそこでこうなんか一つ一つこう作り上げてって、だん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 、あ、じゃあ越岡さんが入ったらこんな風にしてみようかなっていう想像を持って作っていったので、ダンスとか歌はもうほぼ独学です。この言葉はこんな風に表現したいとか、ここのフレーズはこういう風に歌いたいとかっていうのも細かく歌詞カードに書いていって、歌を歌うっていうのもこう、なんだろう、お芝居するのと同じ感じでマイクの前に立ってっていう感じで、なんかダンスとかは難しすぎて、もうそれこそ越岡さんと一緒に教えて、何度も教えてもらって練習したりとかして、なんとかついてった感じ。運動神経がもう悪すぎて、自分でもどうしたもんかなと思うんですけど、ヒーローやっときながら、運動神経悪いんですっていうのはちょっと言いづらいんですけど、まあ、苦手意識はちょっとあるので、楽しいとは思えるんですけど、新しい一面を見れたというか、それこそドラマでもいろんな本当に幅広い役柄演じさせていただいて、すごい近いもので言うと、親愛なる僕へ殺意を込めてっていう作品で、結構ハードな感じだったんですけど、あ、この役ってこの子が演じてたんだよとか、ここでこう気づいていただいたり、自分でも、あ、自分はこういう風な表現ができるんだっていうのも気づけたので、そこは新たな発見ですし、それこそバラエティとかもたくさん挑戦させてもらって、一番やっぱ反響が多かったのはドッキリグランプリがすごく多くて、その切れるのが、自分自身本当に切れたことがないので、なんかどうなるのかなってすごい思ったんですけど、まあ、朝から稽古して挑んで、やっぱ放送まですごい怖かったんですよ。なんかどんなこと言われるんだろうとか、悪いこといっぱい言われるんじゃないかなと思ったんですけど、新たな一面見たとか、すごい良かったって言ってもらうことが多かったので、こういう風に怒れるんだというか、まあ、そこも新しい発見でしたし、なんかよりこのお仕事に対してすごい好きだなと思いましたし、欲が生まれたというか、もっとじゃあ高いところで芝居したいとか、この2023年はもっと新しい自分が見れたら嬉しいなって思います。やっぱり目標は映像作品で何か主演をしたいなっていうのがあって、まあ、比べるわけじゃないですけど、全然やっぱり今の自分と同じぐらいの年代の子だと、やっぱりそういう主演やれてる子も多いので、それ見てすごいなと思いますし、やっぱり尊敬する部分ではあるので、自分もいろんなお芝居してみたいですし、プライベート？もう3年ぐらい言ってるけど、一人暮らしですかね。そうですね、まだしてないので、したいのと、一人でなんかどっか行ってみたいです。私一人で行動するのすごい好きで、で旅するお仕事とかも増えて、そこでやっぱすごいたくさんいろんな新しいこと知れたりとか、コミュニケーションを人と取れて楽しいなって思えたので、それをやっぱ一人で何でも決断してコミュニケーション取ってっていうのをやってみたいなと思って、行ってみたい国は、でもやっぱ憧れはパリですかね。憧れがずっとあって、パリを舞台にした映画とかもすごい、やっぱ映像が綺麗だから街並みが素敵ですし、それは憧れで、なんか友達からも日々の疲れを取ってほしいからって言って、パリの街並みの写真集をもらったりとかして、そういうのを見てすごい、あ、幸せだな、憧れだなと思うので、いつか行ってみたいです。なりたい。はい、いや、それが私あんまり英語作しないタイプで、一時期したことがあって、でもやっぱりみんなそれぞれ意見は違うから、書かれることもわりかしこう、なんか
うって思うことを書かれたりとかもすることがあって、まあ、それを見て一回一回落ち込むんだったら、まあ、気にせず自分らしく入れる方法は、まあ、見ないことかなと思ったのでまあ結局は、まあ、気になって見ちゃう時もありますけど、まあ、精神状態がいい時に見てそれも一つの意見として受け止めてって感じです。皆さんこんにちは、はじめまして、森ひなこと森ひなみです。ピヨピヨ R の YouTube 公式レギュラーモデルになりました森ひなみです。YouTube 動画ではメイクだったり私のライフスタイルだったりいろいろ食べたりとか私のことを皆さんにいろいろ発信できたらいいなと思っています。それでは今日は最初なので自己紹介からスタート。まず名前は森みなみと申します。19歳です。大学に通ってるので大学2年の19歳の時代です。身長は163センチか4センチくらいだと思います。おっ、あ、これ伝わらないか163センチ4センチくらいを中学2年3年くらいの時からずっと変わってなくて、そうだから15歳から4年間伸び続けてないみたいな感じです。東京都なんですけど、実家が農家で野菜の栽培をしてまして、だから一年中野菜に困らないんですよ。実家が一年中小松菜を育てていて、で夏だったらトマト、キュウリ、枝豆みたいな。私が好きなのは枝豆です。フィルムカメラ、今いろんな方がフィルムカメラちょっとインスタとかに投稿してると思うんですけど、現像するまでのワクワクとかがすごい好きです。最近ハマってることだと、私小さい時から水泳を習ってまして、で自粛期間の前にはプールとかの泳ぎに行けたりしてたんですけど、でも、まあ、自粛期間中は私の家の近くに広い公園があってですね、でその広い公園にランニングしに行ってちょっと自然を見てマイナスイオンを感じてみたいな、結構アクティブなのでいろいろ動いたりすることも好きです。なんだ、休日の過ごし方、さっきもお話ししたけど、やる気があるときは本当にその近くの公園にサウナスーツとか全身真っ黒になって走りに行って滝のように汗かいてふわーってお風呂に入ってさっぱりするのとかが好きなんですけど、やる気ないゴロゴロしたいなってときはお家でずーっと寝てテレビつけてお笑い見てガッハッハッと笑っていたり、そんな感じの生活をしてます。好きな場所か、なんだろうな、なんか何にも考えずに自然なところが好きだから、そのやっぱ近くの公園に行って夕方ぐらいに行って噴水広場みたいなところ、まあ、夕方ぐらいだと人もいないんですよ。だから一人で行って自分の好きな音楽かけて夕暮れ時で、あ、自分眠いじゃん、あれ何これ、どうしたのかな、ちょっと自分に浸ってる時とかもあったりします。恥ずかしい。得意なことってなんだろう、得意なことって言えるのかわからないけど、たくさん笑うこと得意なことなのかなあ、でも誰とでも初対面でも誰とでも仲良くなる、話せます、ずっと喋ってたいタイプなので、初対面の人には自分から話しようと思っている。私の事務所は東方芸能というところなんですけど、東方芸能が東方シンデレラ以来で50周年記念オーディションというオーディションをやってるの親と見て、でそのオーディションは男性を応募するオーディションと書いてあって、でも送ってみちゃうよみたいなノリで送ってみたら、まあ、ご縁があって入らせていただいて今に至るんですけど、なんかその前に1リットルの涙を中学1年2年ぐらいの時に再放送で見てすっごい泣いたんですよ、毎晩毎晩。だからその再放送を見るために学校一早く出てて、お家に帰ってきてテレビつけて泣いて、ご飯だよって言われてご飯食べても泣いてみたいなそんな感じのがあって、人に心を動かす仕事っていうのに自分もそっち側の人間になりたいなってきっかけであって、それからですかね、この道に進んだのは。
今とっても楽しいです。さっきも言ったんですけど、自分食べることがすごい好きなので、もう食べて、あの今話題の咀嚼の ASMR みたいなやつとかもやってみたいし、話題のカフェとかに行ってみたみたいなこともやりたいし、辛いものも好きなので、韓国料理もすごい好きだし、チーズも好きだし、キムチも好きだし、焼肉も好きです。甘いものも好きです。全部食べ物が大好きです。なので食べることとか、動くこともすごい好きなので、アウトドアな感じのメイクも紹介してみたいな。あと最近フレグランス、匂い系のとかも好きなので、自分が最近買ったものとかも紹介できたらなって思ってます。こんな感じで私の自己紹介をしてみました。大丈夫かな、伝わったかな。まあでもこんな感じのゆるい性格なので、これがどん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 動画を更新していくにつれて皆さんに知っていただけるように頑張りたいと思います。それではグッドボタンとチャンネル登録もお願いします。あとインスタも毎日投稿なんとかしてるので、ぜひ覗いてみてください。まったねー。したいと思います。よろしくお願いします。2022年にデビューしたばかりで、大学院卒業後マネージャーの仕事をしていまして、本当に最近芸能結構ずっとばかりで、全然絶対できます。本当に2歳半ぐらいからバレエになってて、途中やめたりしてるんですけど、その頃からもう体柔らかかったんですよ。だから自分かな。でもずっと柔らかいっていうのはやっぱバレエのおかげかなって思います。結構前にかけてなかったし、ダンスとはネットに行ったりもしてるし、水泳とかもやってたのにあるのかもしれません。だから聞いて、シーンは大感想でございます。特にダイスが歌だけ極度になんか上がっちゃって、全然人前で歌えなかったんですよ昔は。今は全然歌えるんですけど、繊細だったんでしょうね昔は。まあそんな立花舞の情報です。そして将来の夢はってことなんですけど、皆さんの応援のおかげでミスヤングアニマル審査員特別賞とミスフラッシュ2023を勝ち抜いた。2023、皆さんの応援のおかげでミスヤングアニマル、皆さんの応援のおかげでミスヤングアニマル2023を、じゃあミスフラッシュ2023をいただけたので、頑張って、
マイチャンネル。このチャンネルも通して私を皆さんにもっともっと知っていただけたら嬉しいです。ラジオ作成の書籍や本編プランの話など見ていただけたら嬉しい。僕は自由でありたいです。いろんなものを見てきた人たちがこれは違う、これがいいんだ、日本人とはこういうことなんだっていう教えがすごくいいとは思うんですけど、ちょっと強すぎる。ただそのシステムに入りすぎると多分その想像力っていうのが減っていくので、僕たちの世代がそういうカゴに閉じ込められている気がするんですよ。言われたことをやるのは当たり前で、それ以上のことができるかどうかによって位が上がっていく。想像力っていうのはすごく大事だと思うんですよ。どの仕事でもやっぱ何か想像力を豊かにできるものが一つあれば、でその中で僕はダンスだと。なんでダンスはもうあくまでも本当に呼吸、今のうちだよって言われてもそれなんかもクソくらいと思うし。本日12月2日で、なんと私22歳になりました。ありがとうございます。この前20歳になったばっかりだったんですけど、この2年間すごいあっという間だなって感じましたね。すごい本当にすっごい早かった。ということでですね、ここでちょっと皆様に報告させてください。フライデーからですね、デジタル写真集ムービーなベビーバストということで発売本日しました。今回相談して、まあ、もちろん親は大反対なんですけど、悩んでるから、みんなはどう思いますか？今まで応援してきてくれた人の気持ちをすごい大切にしたいなって、尊重したいなって、今こそみんなに耳を傾けるタイミングかなと思って、ちょっと意見をぜひコメントにね書いてくださったら嬉しいです。お願いします。その意見が多いからってやるかわかんないけど、でもなんか、あ、こういう意見もあるなっていう自分じゃない視点の考えを聞いてみたいなと思ったので、この動画を今撮ってるんですけど、今このタイミングで、ね、高評価、低評価の、低評価がなくなっちゃったんでコメントで皆さんの意見をお聞かせください。たくさんいろんなグラビアもやらせてもらって、すごいこの仕事すっごい私大好きなので、めちゃめちゃ大好きなんですよ。とにかく好きなんですね、この仕事が。21歳グラビア頑張ってみて、今ちょっと22歳になってこういうタイミングをやってもらってるっていうことで、皆さんの意見をね嬉しいです。はい、ということで22歳の抱負はですね、いい女になりましたねいい女に、ね、なれるように、どん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 努力して頑張っていきたいなって思います。皆さんの意見がとても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 大事になります。ということでですね、また次回の動画でお会いしましょう。以上、22歳になりたてほやほやの京都リサー、まいりましょうね。デジタル写真集ゲットしてね、あの概要欄ね、概要欄貼ってあるからね。じゃあ、おつりー、皆さん、はじめまして、
クラッシュガールズのチャナナサリナです。私はタイと日本のハーフで22歳です。と私のチャームポイントは真顔と笑顔のギャップです。チャナパワーで盛り上げていくので皆さん応援よろしくお願いします。チャナ。こんにちは、北井かやです。自分の日に時代の代を超えて北井と言います。お願いします。何もやんないんですけど、今回ユミライカちゃんが大好きでこの2017に応募していただきました。ミスライカちゃんの、あ、ユミライカちゃんのユミライカちゃんの好きなところは、この写真を撮るときにフラフラするところで、私もそういう感じで写真を撮ってもらうことが多いので、あと写真を撮ってもらってる時が一番自分が呼吸してるっていうのを聞いて、あ、もうこの人ちょっと天才的だなと思って、私は、あ、今年ミス ID いけるなってなんか思いました。写真を撮ってもらうのが好きなので、と、あと自分の写真、女の子の写真を撮るのが好きなので、将来はそれをお仕事にしたいなと思って今回応募しました。自分自身に今は何もないんですけど、一緒に頑張っていけたらなと思います。何かとお願いします。以上、北井彩でした。でも、目は左右全然大きさ違うんですけど、形とか印象が。でこっちはちょっと可愛い感じになるんですよね。結構スタイルがはっきりしてて、でまつげの生え方も結構揃ってて綺麗なんですよ。でこっちはちょっと切れ長の感じになってて、で、なんていうか、クールな感じになるので、こっちで撮った時とこっちで撮った時印象が結構変わるので、そういうところがなんか、撮ってもらったら面白いかなって勝手に思ってます。でも一回こっちで撮った時に結構すごいいい感じに撮れたやつがあったので、雑誌に載ったやつがあったので、それがやっぱり一番好きですね。目を覚ませ、時の遺伝子たちよ。2001年、歴史の秩序を守れ、時空警察ユリー、ミリー、リリー、時空警察ベッカー。時空をかけ、青春をかけて戦う少女たちの熱き物語が今始まる。